皆さんお座りください。これより第一朗読が行われます。朗読者は今朗読奉仕者に選任された土井進学生です。エレミヤの預言。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ救わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。当初詩編天で聖歌174番。私たちは神の民。Thank you.
朗読者は広島教区新学生志願者久保祐希さんです。使徒たちの宣教。その日パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきたとき、パウロはこう話した。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。このように話してからパウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。皆さんお立ちください。聖書を唱えましょう。福音の朗読は東京教区助祭大西助祭が務めます。主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。
その時イエスはアンデレとフィリポに答えて言われた。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。キリストに賛美。キリストに賛美。皆さんお座りください。